今回は短時間で簡単に作れるバターチキンカレーの作り方を紹介します。時間のかかる飴色玉ねぎは5分で完了。用意するスパイスはたった3種類だけ。材料を用意してから15分くらいで作ることができますよ。それでは作っていきましょう。材料は鶏もも肉 200g を食べやすい大きさにカットしたもの、玉ねぎ1個をみじん切り、にんにく生姜みじん切り大さじ1ずつ、トマト缶1/2、ホールトマトならカットして使います。バター 30g、 今回はギーがあったのでこれを使います。スパイスはクミン大さじ1/2、ターメリック大さじ1/2、ガラムマサラ大さじ1です。玉ねぎは飴色玉ねぎを短時間で作るため 600W で3分レンジで加熱しておきます。鶏もも肉に軽く塩コショウをして下味をつけておきます。鍋に大さじ2の油を入れ、レンジで加熱した玉ねぎを入れ、炒めていきます。玉ねぎの水分を素早く飛ばしていくため、強火にして炒めていきます。焦げないようにお玉をよく動かして混ぜながら炒めていきます。玉ねぎの甘みを早く引き出すために砂糖を少量入れ炒めていきます。玉ねぎに溶け出した砂糖が絡み、短時間で飴色にする効果もあります。さらに玉ねぎの飴色を短時間で作るため重曹を少量入れます。重曹を加えることですぐに褐色反応が起こり、短時間の加熱でトロトロのペースト状にすることができます。これは重曹がメイラード反応の速度を速めるためです。ここからまた強火にして焦げないように手早く炒めていきます。このようにすぐに褐色になる飴色玉ねぎができてきています。だいたい4分くらいで飴色にすることができました。そうしたらニンニク生姜を入れ炒めていきます。ニンニク生姜の上に油を少量垂らして香りを引き出すように炒めていきます。焦げないように火から離したりしながら火力を調整して炒めます。ここで壊してしまうとニラには出て今までの時間が全部ニラになってしまうので注意しましょう。このくらいまで炒めたらトマト缶を入れ炒めていきます。
トマトは加熱することで旨味が出るまで1分くらいかけて炒めていきます。鶏もも肉を入れて表面の色が変わるまで炒めます。鶏もも肉はこのくらいになるまで炒めます。そうしたらクミンを大さじ 1/2 を入れます。ガラムマサラを大さじ1入れます。ターメリックを大さじ 1/2 入れます。1分くらい炒めていきます。ここでスパイスをよく炒めることで香り、辛み、色味をしっかりとつけることができます。スパイスをよく炒めたら水を 100cc 入れます。牛乳を 200cc 入れます。弱火にし蓋をして2分くらい煮込みます。2分煮たら砂糖を小さじ2入れます。バターを 30g 入れしっかりと溶かしていきます。バターが完全に馴染んだら最後に塩を小さじ1弱ぐらい入れ味を整えたら完成です。皿に盛り付けます。あればお好みで生クリームを少量垂らすといいですよ。これでバターチキンカレーの出来上がりです。短時間で作りましたが味は本格的ですよ。
このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。